踊ったのか。不良どもの喧嘩ちゃんと止めてきたのか。課長、それなんですが、少し厄介なことになってきたかもしれません。ああ、なるほどな。課長。そうだな。この件に関してはお前たちに全て任せた。え？それはどういう。ここで引くもさらに突っ込むも判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチの件に関してもお前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったらお前らは納得できるのか。マフィアの件に関してはそれだけ面倒くせえ問題なんだ。もし俺が上司としてまともな判断をするんだったらやめるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ。ま、ここで打ち切りってのはちょいと後味が悪いかもな。そうね、いろいろと知ってしまったし。同感です。ま、そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら寝覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー。グリムウッド法律事務所。あれ、どこかで聞いたことがあるような。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のひげ面の弁護士先生がいる。ああ、あのパン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易商などの法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。ああ、クマみたいなひげ面してるからクマひげ先生なんて呼ばれている。あの先生ならマフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんかもな。な、それはすごいですね。何者だよその先生は。ま、会えばすぐにわかるさ。前に俺が会った時に特務支援課のことは話している。お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ、わかったわ。グリムウッド法律事務所。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて思っても見なかったけど。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。ああ、それはいいが、しかし君たちのところはもう少しなんとかならんのかね。少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。お前たちは、
何か。なるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもというわけか。え？そのバッジ、あなたもクロスベル警察の？私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐれも余計な時間を取らせるんじゃないぞ。お前たちのような役立たずと違っていろいろと忙しい人だからな。な、あ、なんだ今のは。どうやら本部の捜査官みたいだけど、いたけだかな感じですね。しかしあのメガネ、ずいぶんとやるみたいだったぞ。左脇のところにでかい獲物を吊るしてたな。そうなのか。よく気づいたわね。私もセンサーで感知しました。大型の軍用拳銃。そんなところでしょうか。ああ、多分そうだろう。はあ、二人ともすごいわね。たまたまさ。それより、その先生を訪ねなくてもいいんですか。ああ、忙しいところ悪いけど、挨拶させてもらおうか。忘れ物かね。おっと、これは失礼した。グリムッド法律事務所へようこそ。今日は何か相談事でも。いや、いやいや、遠慮することはないよ。まだ若いようだが、借金などで困ったことでも、それとも仲間を集めて事業でも起こしたいのかね。何でもいい、ドーンと相談してくれたまえ。いや、そのですね、なんかすごい精力的なおっさんだな。この人は熊ひげ先生ですか。噂通りの方みたいね。おや、よく見れば君か。どこかで見たことがあるな。確かこの辺りに住んでいた子じゃなかったかね。覚えててくれたみたいですね。ええ、3年くらい前に近くのアパルトメントで暮らしていました。改めまして、ロイド・バニングスと言います。おお、そうか。通りで見覚えがあると思ったんだ。ん？バニングス？お、ひょっとしてガイ・バニングスの弟さんか。はい。ひょっとして兄のこともご存知だったんですか。ご存知も何も。どうやら事情があってきたようだね。こんなところで立ち話もなんだ。座って話をしようじゃないか。そうそう、一応名乗っておこうか。私の名はイアン・グリムウッド。この法律事務所で弁護士をしている。なるほど、君たちがセルゲイ君の言ってた特務支援課の新人だったのか。そういえば最新のクロスベルタイムズも読んだよ。着任早々、なかなか頑張ってるみたいじゃないか。なんだか散々なことを書かれちゃってますけど。しかし、そうか、あのガイ君の弟さんが警察に。なんだかこうエイドスの巡り合わせを感じるね。あの、先生と兄はどういう。ああ、
今の君たちと同じくたまに情報交換に来てくれたんだ。あ、もっとも彼は非常に優秀な捜査官だったからね。逆に私の方がいろいろと助けてもらったくらいだよ。ちょっと待ってください。ロイド、あなた捜査官のお兄さんがいるの？なんだよ水くせえな、そんなこと一言も聞いてないぜ。ごめん、つい言いそびれててさ。それにもう亡くなった人だから。え？仕事中に殉職したんだ、ちょうど3年前になるかな。そうか、それでお前しばらくこの町を離れて。ガイ君のことは残念だった。私も個人的にあの事件のことは調べてみたこともあったが、残念ながら手がかりすら見つかっていない状況でね。そうですか。いや、今は兄のことはいいんです。それよりも先生、事情は先ほど説明した通りです。ルバーチェについて何かご存知のことがあれば教えていただけませんか？ルバーチェか。彼らにまつわる黒い噂は多い。帝国と共和国にまたがる密貿易、盗品売買にミラーロンダリング、両兵団の斡旋や武器の密売まで、そのどれもがクロスベルの特殊性を利用したものと言えるだろう。クロスベルの特殊性。近年ますます盛んになっている貿易業と金融業の発展、それと反比例するかのように脆弱極まる政治基盤ですね。そう、このクロスベル自治州の政治基盤は極めて弱い。多くの政治家は帝国派か共和国派のどちらかに属しており、利権を貪る者が多いんだ。そしてマフィアの暗躍を取り締まる法案が出されたとしても、彼らと癒着した議員に潰される。なんだそりゃ、本当なのか？残念だけど本当よ。ルバージェの利権とつながっている議員は相当多いと言われているわ。おそらく警察が動けないのもそれが最大の理由でしょうね。大人の事情ですか。それではルバーチェは実質上犯罪を起こし放題なんですか？いや、さすがにそれはない。あからさまな犯罪を放置すれば市民や周辺諸国も騒ぐだろうし、今のところは市民生活に直接迷惑はかけない一線だけはルバーチェ側も守っているような。逆にその一線を越えなければ何をやっても警察は動かない、そう鷹をくくっているところもあるみたいだがね。そこまで。なるほどな。活気ある華やかな都市の裏側に魑魅魍魎のうごめく影あるか。機密レベルの高い情報をチェックしておきたいですね。まあルバーチェの基礎知識はだいたいそんなところだが、しかしここ最近少し風向きが変わってきていてね。どういうことですか？これはまだ警察の方でも掴んだばかりの情報らしいが、最近どうやらルバーチェの対抗勢力が現れたらしいんだ。それもかなり強力だね。対抗勢力？まさか遊撃士協会ですか？いや、対抗勢力といっても悪い意味でだよ。カルバード共和国の東方人街に一大勢力を構えている組織、その組織がこのクロスベルに進出し始めているらしいんだ。本当ですか？まあ以前からそんな噂はあったが、どうやら事実だったらしい。組織の名はヘイユ。
そしてつい最近、クロスウェルの港湾区にできたのがヘイウェ貿易公使という。ヘイウェ、いかにも東方風の名前ですね。しかしマフィア同士の抗争か。こりゃ不良同士の喧嘩どころの騒ぎじゃないぜ。幸いにしてというべきか。まだその抗争そのものは表立っては始まっていないらしい。しかし近いうちに何らかの形で暗闘が始まるかもしれない。警察の捜査一課などはそれを警戒しているようでね。捜査一課って、もしかして先ほどこちらを訪ねていたメガネの男性は。なあ、捜査一課に所属するダドリー君という捜査官だ。ちょうど今話していることと同じような話をしに来たのさ。そうだったんですか。ロイドさん、どうしたんですか。そんな難しそうな顔をして。ひょっとして何か気づいたことでもあるのか。ああ、まだ完全にはまとまってはいないけどね。先生、ありがとうございました。先生の情報のおかげで解決の糸口が見えた気がします。そうか、それは何よりだ。セルゲイ君には世話になっているし、君たちのことは個人的に応援している。また何かあったらいつでも訪ねてきてくれたまえ。それでどうするの。考えをまとめるんだったら支援課に戻りましょうか。そうだな。その前に他に片付けたい用事があるなら済ませておこう。俺が考えていることが事件の真相だったとしたら、かなり面倒なことになるはずだ。へへ、なんだかんだ言って自信があるみたいじゃねえか。そういうことならとっとと他の用事を済ませて支援課に戻るとするかね。はい、急いで片付けましょう。あれは？野暮用で出かけてくる。例の件は好きにやってみろ、セルゲイ。課長は留守か。あのおっさん、面倒になってとんずらしたんじゃねえだろうな。その可能性は否定できませんね。まあまあ、好きにさせてくれるならそれはそれで助かるじゃない。それでどうする。早速事件に関するミーティングを始めましょうか。ああ、そうだな。それじゃあ早速
ミーティングを始めよう。事件に関する情報を一通り整理してみるんだ。発端は5日前の真夜中、サーベルバイパーとテスタメンツのメンバーがそれぞれ何者かに襲われた。場所は旧市街の別の2カ所、こことここになる。西の裏通りがテスタメンツのメンバーが襲われた場所で、東のライブハウス前がサーベルバイパーのやつが襲われた場所ってことか。こうして見ると旧市街の反対側同士ですね。ああ、同じ夜に起きてもすぐにはわからなかったはずだ。それぞれの溜まり場に運び込んで手当てをしてから翌朝病院へ。確か襲われた2人は同じ救急車で運ばれたのよね。ああ、救急車の人もさぞかし面食らっただろう。そしてようやく闇討ちがお互いの仕業だと確信して現在に至るというところかな。やっぱり第三者がいたとしか思えねえぜ。どちらかのメンバー全員が口裏を合わせない限りどっちの犯行も不可能だろう。ああ、この段階で2つの犯行を第三者の仕業だと仮定してしまっても構わないと思う。そうね、少しずつ可能性を絞らないと前に進めないし。で、その第三者として上がってきた名前があるわけね。ああ、ルバーチェ商会、クロスベルの裏社会を支配しているというマフィアだ。グレイスさんの情報によれば半月ほど前、その構成員が旧市街で目撃されている。その情報自体の真意を確かめている時間はないけど、まずはルバーチェが2件の傷害事件を起こしたという過程で話を進めてみよう。そうなるとやはり問題は動機ですか。ああ、それが問題だ。逆に言えばそれが明らかにならない限り推理は振り出しに戻りかねない。動機ね。利害の絡みそうにないマフィアと2組の不良集団、それら3つの点を結ぶ線があるはず。ねえロイド、見当はついているのでしょ。まだ確信があるわけじゃないけど、3つの点を結ぶ線考えられるとしたら、可能性があるとすれば現実的なのはヘイウェだろう。ああ、あのヒゲ先生が教えてくれた情報か。確かに可能性としては一番ありそうな気がするけど、でもそうだとしたらどんな線になるのかしら。点同士が線で結ばれるのは何らかの必然性となると、兵ゆえ絡みでマフィアが2組の不良集団を襲う必然性があるわけですか。そうか、これなら説明がつくぞ。なんかひらめいたか。必然性の話だよ。ヘイユへのクロスベル進出を受けてルバーチェ側がすることといえばなんだ。それは単純に考えれば戦力増強だろう。兵隊の増強と武装の強化、どちらも欲しいところだよな。マフィアなら武装の強化は密貿易で確保できるだろう。だが戦闘員の方はどうだ。そいつは普通に考えたら両兵団を雇うところでしょうけど、ううん、ダメね。クロスベルはいろいろな意味で周辺諸国から注目されすぎている。不戦条約の手前もあるし、両兵団を勝手に動かしたりしたら帝国と共和国が黙っていないわ。それは両者の意を受ける政治家や議員たちにも同じこと。ロイドさん、もしかしてその兵隊候補として不良どもってことかよ。なあ、血の気が多く
しかも統率されている若者たち、この町で運用できる戦力としてはまさにうってつけだろう。しかしどちらのグループにも目障りな存在がいるとしたら。なるほど。あの和治君は間違ってもマフィアに協力しそうにないし、あのバルドさんもお山の大将で痛いタイプ、とてもマフィアの下で働きそうにはありませんね。そこでお互いを潰し合わせて弱体化したあたりを見計らって一気に取り込みにかかる。なるほど、そういう筋書きかよ。あくまで可能性の一つさ。現時点である情報を一つずつ組み立てた場合のね。またまた謙遜するなっての。うん、私もかなり的を射ていると思うわ。推理にも無理がないし、状況的な説得力もあるもの。伊達に捜査官の資格を持ってはいませんね。ありがとう。それでさ、この推理あの二人にも伝えた方がいいと思わないか。あの二人って？おいおい、まさか。そう、バルト・バレスにワジ・ヘミスフィア、サーベル・バイパーとテスタメンツのヘッドたちさ。